Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubborn, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. どうも、元気からジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ。やってきましたメンソレーということで、今回ですね、沖縄県にあります沖縄料理屋さん、レストランカイロさんにやってまいりました。こちらね、近くにですね、徒歩5分ぐらいの距離にですね、美ら海水族館があるんですけれども、本当にね、海の景色が一望できる、景色の綺麗なレストランでございます。今日はですね、沖縄名産物のタコライス、はい、こちらね、タコライスカレーというものにね、ちょっと、挑戦していきたいかなと思います。なんか辛さレベルがですね、メニュー表ではこう3段階で分かれてるんですけれども、今回ですね、なんか裏メニューでカレーの辛さを10倍、さらにこのタコライスの上にかかってるソースを激辛仕様にさせていただきます。辛さの源としてはですね、沖縄名産のコーレグース、その他ね、唐辛子を使って辛みを出しているそうです。非常に楽しみでございます。はい、こちら、はい、レストランカイロさんでございます。はい、非常にこのちょっとおしゃれな、はい、落ち着いた店内で、店内はね、まあ、木目調で非常に落ち着いた雰囲気でございます。それでは早速中に入っていきましょう。レッツゴー。パン、来ました。こちらがタコライスカレー、辛さ10倍、そして激辛ソースがかかっているということで、いただきます。さあ、タコライスカレー10からお手並み拝見ですよ。メンソーで、さあ、ちょっともう暑いんでね、ちょっと早速食べていきたいかなと思います。じゃあまずちょっとね、サラダ、サラダいきます。いただきます。これごまドレッシングかかってますね。うん、じゃあタコライス、タコライスとカレーっていうね、初めての組み合わせですけども、はい、どんな味がするかちょっといただきます。うわ、うまっ、うまっ、カレーとタコライスこんなの、うん、おいしい。唐辛子というよりね、いろんなこうカレーのスパイスの複雑なスパイスが絡み合ってのこの心地よい辛さですね。おいしい。このタコライスのサルサソースもピリッと刺激があって、食欲爆上がりでございます。おいしい、マジでおいしい。チーズも入ってますね。素晴らしい。おいしい。じわじわこう口の中を浸食していきます。タコライスっていいですよね。これお肉とか入ってますけども、ね、レタスにトマトとか、ね、一緒に野菜も摂取できるんで、これは体にいいと。はい、じゃあ最後行きましょう。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。レストランカイロさんのタコライスカレー10から辛さレベル、じゃらららじゃん、辛さレベル6です。おめでとうございました。
ということでね、まあね、このカレーのスパイスそのもの、そして、ね、沖縄の島唐辛子を使ったね、この辛みが出てたということでね、ちょうどいい辛さで、うん、激辛好きだったらこれちょうどいい、美味しく食べられるうま辛メニューかなと思います。まあ、タコライスといえばね、沖縄名産品の食べ物ですけれども、タコライスとカレーを合わせたという非常にこう面白い組み合わせで初めての体験でしたけども、これ案外いけちゃうなと、またおかわり行きたくなるぐらいの美味しいメニューでした。はい、で今回ねこのタコライスカレー、紹介させていただきましたけれども、それ以外はですね、沖縄さんのソーキそば、あと普通のタコライス、オムライスとかもいっぱいいろいろありますんで、ぜひね、まあ、チラウミ水族館近いんで、チラウミ水族館見終わった後にですね、まあ、こちらの、レストランカイロに行ってみてはいかがでしょうか。でねこれちょっと外を見るとですね、結構海も近いんで、反射して見えないかな、はい、海もねすぐ近くなんで、はい、シュノーケリングとか、うん、めちゃくちゃ綺麗なんでね、ちょっとシュノーケリング僕あの沖縄でやってるんでね、サブチャンネルでその様子とか動画を映して、ね、ぜひ見てください。汗止まんねえなということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がよければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッターなども更新しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。メンソーレ